私は守れないということを訴えていきたいと思います。愛知県の最低賃金は去年10月から986円ですが、物価高騰に最低賃金の上昇が追いついていないとして、愛労連では最低賃金を1500円に引き上げることを愛知労働局に要請しています。名古屋駅前では今日、愛労連のメンバーなどおよそ300人が賃上げの必要性を訴え、署名活動などを行いました。